どうも、アロハチャンネルです。ついにね、仮面ライダーグリスの変身アイテムが公開されましたので、こちら、情報共有したいと思います。ということで、こちら、デラックススクラッシュドライバーというのがね、公開されていました。で、これは仮面ライダーグリス、3人目のライダーですね。グリスが使う変身アイテムということで、なんと今回はゼリーを使って変身するみたいですね。なんかもう、どんどん面白くなってますけど、で、この画像をね、大きくして見ていきましょう。はい、まずこちらがベルトと、これが変身アイテム。うわ、本当にゼリーになってますね、これ。これ、ブニュブニュ動くのかどうなのか気になるところですよね。こう、まあ、なんか動きそう。これ動くとしたら、変身アイテムとしてはかなりレアな感じではないかと思います。ただね、破れてね、何か出てきて、それを子供が口にしちゃったら危ないとかあるんで、もしかしたらね、硬いのかも。おー、で、これが、マジこれ。ドラゴン、なんて書いてあるんだ。ドラゴンジェリー。ドラゴンスクラッシュゼリーかなって書いてるっぽいんですけど、これドラゴンの力が宿されたゼリーってことなのかな。なんか面白い。てか、このドライバー自体も、ここね、工具っぽくもなってますし、ここら辺はどういうイメージなのか。なんかすごい。ゼリーがこう、装填される感じですよね。で、あ、ロボット。ロボットフルボトル今出てますけど、ロボットスクラッシュゼリー。マジ？こんなんの？こんな感じで変身していくんですね。ああ、見やすいわ。ドラゴンスクラッシュジェリーなんでゼリーですよね。ロボット、この2種類が付属してくるとめちゃくちゃ面白そう、これ。で、ゼリーバッグが潰れる。マジ？すごい。蓋を回転させるとゼリーバッグが潰れるってこと。マジで？相当すごくないですか？これめっちゃ面白い。で、ドラゴンスクラッシュゼリーをセットして、電池を下ろして、スクラッシュゼリーを潰して変身ということで、あ、これをおそらくこうすると潰れるんですよね。で、ドラゴンインクローチャーズ、もう完全にクローズの成分ですよね。どんな感じなのかめっちゃ楽しみ。で、ロボットイングリス、ブラー、あ、グリスはじゃあロボットのイメージなのか。で、再び付属のスクラッシュゼリーを潰して2種類の必殺技発動。おー、なるほど。ここら辺は結構ビルドドライバーと同じような感じですね。そのままこのベルトをいじることで必殺技が発動すると。で、ラビットフルボトルなどの有機物系のフルボトルで必殺技発動。あ、マジでフルボトルもさせるんですね。なるほど。楽しみ方がすごいありそうですね。これ全部音声確認したい。そして戻りましたね。これめちゃくちゃ楽しみ。スクラッシュドライバー。でね、ちょっと年明け早々ぐらいに、プレゼント企画を予定してまして、もしかしたらこのスクラッシュドライバーとか、まあ別のアイテムかもしれないですけど、プレゼント企画に入れる可能性もありますんで、チャンネル登録ね、まだの方、ぜひね、チャンネル登録しておいてください。で、こちらが変身ベルトの関係で、あと、なりきりアイテムで、こちらが追加されてます。デラックスツインブレーカーということで、これも仮面ライダーグリスが使う武器ですね。で、こちらも拡大するとこんな感じです。おー、こういう感じで銃撃っぽくもなると。で、これは近距離戦ですよね。で、シングル。あー、なるほど。これいいんじゃないですか。シングルだとシングルブレイク。そしてツインだとツインブレイク。っていうか、ドラゴンフルボトル、ドラゴンの成分とか、わー、そっか。ドラゴンフルボトルとドラゴンゼリーを2つ入れてる。完全もう超ドラゴンですよね。てか、ドラゴンフルボトルめっちゃ使ってますけど、クローズ持ってますよねっていう。もう一個もしかしてあるとかか、もう、どういう感じになるんだろう。仲間になった後の話なのかな、これ。これ使って、みたいな。レディゴー、レッツブレイクということでね。これもさせるんだ。はい、この武器もめっちゃ面白そう。ただね、音声とか未知数なんで本当に期待大です。そしてデラックスフルボトルシリーズはこの前レビューしたデラックスフェニックスロボフルボトルセットが一番新しいですね。で、BCR シリーズ、あ、これね、これも12月27日かな。これは買いたいと思います。めちゃくちゃ楽しみ。久しぶりにね、ソードよりも早くこっちが出るんじゃないですかね。そしてソフビからは、1月13日にこちら、フェニックスロボフォームが登場ですね。フェニックスロボフォーム、このマントというか、なんていうか、これ羽ですかね。このフェニックス感がすごくかっこよかったですね。これも楽しみです。あとね、ソードの方も見ていきましょう。ソードビルドファクトリーということで、今回、今日クリスマスイブに更新されてますね。で、ラクラクモデラーサードということで、これも、すぐ発売かな。
で、ラビットタンク、スパークリング、クロードラゴンということで、ラインナップ的にはすごいいいラインナップですよね。で、気になるのは騒動で、ビルド5のラインナップ特報ということで、こちらですね。フェニックスロボフォーム。これもめちゃくちゃかっこいい。色合いもラビットとかよりちょっとベタっとしてる色合いですね。で、ロボアームは可動可能。これも嬉しいですね。激突ロボット的な雰囲気がある。あ、出てきたな。このエグゼイド時代からお付き合いいただいている皆さん的にはロボットゲーマーと同じですね。これから1年経ってしまいましたということで、まあでもエグゼイド全然まだ僕の中では記憶はね古びてないですけど、でフェニックスをこのかっこいいですね。なんかフェニックスロボもそうですし、個人的には海賊列車フォームの海賊のねマントのとことか、なんかマント系めっちゃ好きですね。それだけですごくかっこよくなる。で3度目の掃除機、こういうことですね。今までは、掃除機とあとあれかな、掃除機と、ロックで、ありましたね。あ、掃除機ハーフボディ、ロックハーフボディ。わあ、もうどんどん追求していきますね。すごい。確かにね、掃除機とかロックっていうのは、まあロックもかなりいい感じではありましたけど、ナイスではなかったんで、ちょっともう固定できないというか、こう曲げてしまうとやっぱポペラーンと外れてしまうような感じになってたんですけど、今回ね、ここナイスパーツなんでこういう感じでできるとめちゃくちゃリアル。本当どこまで行くんだって感じですよね。もうこの追求ほんとやめないでって感じです。はい、めちゃくちゃかっこいいですね。フェニックスロボ楽しみ。結構ロボの色はガトリングに似てる感じはありますよね。あ、2017はここまで本当にね楽しみにしてますし、2017年騒動楽しませていただいてありがとうございました。でこの後ね、2017年ライダーブログビュー、ビュー数トップ10をカウントダウンということでこの下に書いてますので、これはねぜひこのブログを直接見ていただければと思います。はい、ということで仮面ライダービルド関係のね新たに公開されている情報をシェアさせていただきました。このスクラッシュドライバーが本当に楽しみ。あ、でプレゼント企画ね、ぜひ楽しみにしておいてほしいんですけど、まあ今日本当に今この動画を見てすぐコメントしてくれたらまだ間に合うかもしれないんですけど、プレゼントをね、プレゼント企画のどんなプレゼントが欲しいか、もしそういう希望のものがあれば、ぜひコメント欄からすぐにコメントしてみてください。もしかしたら反映できるかもしれないんでね、急いでコメントしてください。ということで、今回もありがとうございました。チャンネル登録、ぜひ、登録しておいてください。コメントもね、お待ちしております。そのプレゼントの内容もね、ぜひ書き込んでください。高評価、グッドもね、力になりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは今回もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アルファ。